が、写真ですね。いよいよ、まあ今その精神医学というものの理論的な背景をですねちょっとご説明してきたんですが、いよいよ、まあ実践的、その精神医学におけるどんな実践がじゃあ治療として行われてたんでしょうかということを、まあ、お示し したパネルになってまいります。実はもう19世紀頃からですね、電気ショックとかあるいは精神外科手術と言われているものが行われておりました。まあ、19世紀って言いますとね、もう1800年代の後半ぐらいからというふうに思っていただければいいんですけども、例えばですね、この人、電気ショック、ここのこめかみとこめかみの間に電極を当てられて、そうですね、大体400ボルト、新幹線が動くような電圧かもしれませんね。鉄道が平気で動くような電圧がこめかみの間に当てられてバーンとくるんですね。でその刺激と反応によってうつ病とかそういった精神病を改善するんだというような発想が生まれたんです。まだ水風呂じゃ足んねえよと、水に落ちたぐらいじゃダメだよということで電気が出てくるんですね。で確かにこれ本当にですね、歯がボーンと抜けちゃったり背骨がバキッと折れちゃったりとか、本当に死亡者がたくさん出たわけなんですね。で、彼らはそれでちょっとまずいなとさすがに思ったんでしょうね。思ったらバレてきちゃったから、隠しきれなくなっちゃうんですね。でテレビカメラがだんだんこう手術室に設けられるなんてとかなってきたんで、最近はですね、電圧を少し落として100ボルトだったら100ボルトなんですけど、長い時間かけるんですよ。で昔はバシンとかけたんですけど、今はどっちかというと長い時間で、ね、15、16秒1セットで4セットかけるとかですね、そんな感じなんですね。でピク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 こーって振られる感じになります。その状態を見て電気痙攣療法という名前に変えて今増えております。これ特に高齢者の方、お気をつけいただきたいなと思いますが、この電気ショックが非常に増えています。でこの電気ショック、もともとどういうものから発生されたかというと、ここにあります。豚の屠殺場なんです。豚の屠殺場で電気ショックを与えたら豚が当然こうゴロンとなっちゃうんですよ。それを見て、これはおとなしくなる、これは治療に使えるぞと言って編み出されたのが実は精神科のこの電気ショックなんですね。で皆さんどうですかね、豚の屠殺場に行って豚がガーンってなってるのを見てこれは治療ですと思える人って僕はいないと思うんですけど、でも精神科の先生たちに言わせるとこれが治療になるそうです、ね、本当にどういう件、どういう量件でそういうのになったのか治療か分かりませんけど、ひどいですね。で、このショック療法っていうのはですね、もちろん電気ショックだけではなくて、ここにインシュリンショックってあります。インシュリンっていうのは皆さんよくご存知かもしれません。糖尿病の方がよくね、お使いになってるんですけど、大量にやるんですよ。そうするとですね、血糖値がガーッと下がりますね。インシュリンと血糖値が下がります。そうするとわーッと震えるんですよ。でこの震えたこの状況を持って治療効果があるんだってするんですね。全然考えられないんですけれども、危険ですよ本当。インシュリンショックは本当に死んじゃいます。でもこんなのが本当に破綻した理論とここに書いてありますけども、本当に、こういったことがですね普通に行われるんですね、ということ でだんだんひどくなってくると、このこっちの写真、これウォルター・フリーマンという医師なんですけども、いわゆる脳、じゃあもういよいよもうね、やっぱり脳が悪いんだと、全ては脳が悪いんだから脳の神経切っちゃえと。右右脳と左脳があります。その間にある白質っていう部分があるんですが、全部全葉白質っていうんですが、ここを切っちゃえという手術をやるんですね。これがですね、最初はここら辺にこうキリ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 穴を開けまして、こう神経を刻んでた手術をしてました。ところがですね、いや何そんなことしなくていいんだよと言って編み出したのはこの人なんですよ。何かってここからですね、この目頭のところからアイスピックみたいにグーッと突っ込んで、それをグリャグリャグリャってやるんです。それをこれはロボトミー手術って言います。ロボトミーってのは前頭のことね、ロボトミーって言うんですけど、その手術です。これを編み出したのがこのウォルター・フリーマンです。そしてこちらに、これがもともと脳に穴を開けて神経切っちゃえっていうふうに、編み出した、これはエガス・モディスというポルトガルの医師なんですけども、彼が作り出したものです。そしてなんとこのエガス・モディスはですね、この手術の発明によってですね、なんとノーベル賞を得てるんですよ。ノーベル賞ってね、こんなもんですよ。でもエガス・モディスは最後自分の患者から殺されました。でこの、非常に危険なこのロボトミー手術を作り出したウォルター・フリーマンも最後は逮捕されております。当然ですよ。本当に彼らがいるべきところは診察室ではありません。刑務所の中ですであるべきです。僕は彼らを死刑にしようとも思いません。しかしきちんと償って、そして本当の意味で
その自分たちがやってきたことを白日のものにさらし、そして元にさらして、そしてそれを余りあるほどにちゃんと償うということをきちんとやらせなければならないというふうに思っております。あの彼らを死刑にして済むような話ではないです。徹底してそのやってきたこと、そしてそれをそのね、はるかに超える貢献を徹底的にさせることが大事なのではないかなというふうに思っておりますが、ただいずれにしても彼らは最後は非業の死を遂げているということです。まあノーベル賞って本当にそうですけど、今でもそうです、あまりどうなんでしょうねって私は思います。まあ個人的に意見です。どうぞ。